左に対して。娘も手伝う。あ、今どうしたらいいんだ。8分見て。8分から5、6、3。16分。こっちは一緒。こっち一緒。一緒だけ。一緒。あっち二緒だもん。16分で16。あ、じゃ8分やろう。ってことは。もう家で食べてるお家だ。ちょっとお父さん見て、これおろしまし、これで面白いやろ。お父さん。おろしまち、これで多すぎるやろ。今45分や。これ多すぎるか。丸める。立ってくれ。立ってて、来てくれ。これぐらい決めるかな。これぐらいおろしまち食べれるか。食べてみよう、食べてみよう。おいしいってお父さん。おいしいって。おいしいよ。おいしいよ。すごくおいしいよ。ほんと、イギリスなのかわいい。はい。なんかドレスして。素敵な格好して。お帽子、うさぎかなんかかぶって。きな粉まぶしてあげないの、美味しそうにね。はい、これ移して。ねえ、お父さんお皿持ってきたらね。お皿持ってきたら、これ順に食べたら。はい。これ全部？全部食べればいいの？食べる？マジか。何個目で食べる？あ、これ入れてあげね、これきなこ。でもきなこかけてあげな、固まっても硬くなっても。どうさ。ほらほらなったよ。あれ、あの状態はどうさ。あの、お部屋とお部屋がなったって。これ今回してるの？あんなもうほんとに止めな感じなの。一回やめなかお父さん。これ地域によって違うやろ、確かおろし餅のところも。ああ、そばもおろしそばとかと同じで、せんとこもあるかもしれんの。醤油かけて食べる。やはりことないかもしれんの。こんなつかなできんでの。桜ちゃんあと2つか3つ入れてあげるといいの。さっき帰ってお父さんもういいんやけど、これなったけならないの？なったってあ、な、止ま、あ、止まらんの？めっちゃいっぱい。ショコラには4つ。めっちゃいっぱいあるあ、丸めなか丸めなか。もういらんのお父さん、うん、ここで残りやったらさ丸めずにさ撮影してる丸めずに別にいいな、うん、一人でもできるしねえ、うん、おちいちゃんちぎったとこお手手のとこ入れてね、 手のひらに置くやね、うん、えちいちゃんも写真撮影するならリボンつけてこながらなんだねえ、もっといいお洋服着てくれたな。で可愛いやつお洋服自分で選ぶの、うん、お父さん味わって食べてるはい丸めて丸めてどうするの？お餅にいるの。お餅にいるんだよ。お雑煮。明けましておめでとうございますって。なんかこれすごいね。リボン巻きみたいね。お父さんすごいことになってるよ。うんでないの。早く来て。いっぱいや。よし。いびつだけど味は美味しいよ。うん、言ってるあれ。これと煮てまえば一緒だよ。煮てまえば一緒。あとほんなとこ置いとく。ひっついちゃうから、あんまりひっつけると、ね、ひっついちゃうよ。でもこれもこれ。ああ、ひっついてるひっついてる。温まってる。ちっちゃ。熱い。熱い。これ羽二重巻きみたいちょっと見てほら、うん、これなんかお父さんの口みたい羽二重巻きもうちょっとこれも丸せんのか丸せんのか心ほら団子みたいなやろもうちょっと中入れなあかん上手お父さん言ってること、うん、あ、こんでお正月のあれ餅できてもらうのな、お父さん地に移動させるよ、うん、今度はまたのあと片付けなくね、羽をあれ羽外してくれる？にゃーにゃーね、あっちの古い方。にゃー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 。潰したー。きなこ美味しそうにあれしたか？潰した。潰したの？きなこ食べよう。ちいちゃん、それじゃない食べとったっけ？そう。なんかこれ押しても見てこれ。うん。食べた。なんかこういうおもちゃあったの。流してて。今度ハケ買うの。ハケ知ってる？ちっちゃい。これまだ戻すんか。戻してもいいじゃない。もうどうせこいつ言葉よ。出た。豆餅使うのに。豆餅作るのに。見て。うん。お父さんあっちの羽を片付けてくれながねって。へばりついてる羽。はい羽。全部しなかね。お父さん背中と私も全部できるなって。できた。俺押しましてちょっと溶けなかった。硬かった？俺押しまして溶けなかった。食べね。こんな感じでございます。年末の行事やね。恒例行事。また次のやりたい。もうないの？美味しかった。美味しかったよ。ちいちゃん美味しかったかって。美味しかった。美味しかった。美味しかった。うん。次の、作りたい。何を作りたいって？これ持って出てる。ちいちゃんバイバイは。バイバイ。手が真っ白。お顔も真っ白。